皆さんは、どんなアニメが好きですか？今回ご紹介するのは、一致の独断と偏見で、47都道府県の舞台となったアニメで打線を組んでいくスレです。果たして、知っている作品はどれくらいあるでしょうか？ぜひ最後までご覧ください。全47都道府県の舞台になったアニメで打線組んだった。北海道、1番ショート、生徒会の一存、2番セカンド、最終兵器彼女、3番レフト、君に届け。4番ファーストワーキング、5番サード、ハイオレ、ニャルコさん、6番ライト、サーバントサービス、7番センター、銀のサジ。8番キャッチャー、僕らがいた、9番ピッチャー、カノン。青文字、1番ショート、2番センター、3番キャッチャー。4番サード、雲の向こう、約束の場所、5番ライト、6番センター、ドットハッククワンタム、7番ファースト。8番セカンド、ガンパレード、オーケストラ、9番ピッチャー、カリブラシのアリエッジ。フライングウィッチが3番打てるぞ。フライングウィッチがない、やり直し。生徒会の一存って北海道だったのか。ゴールデンカムイ。あった、1番レフト、2番セカンド、銀河流れ星銀、3番ショート。4番センター、釣り吉三平、5番ライト、6番サード、7番ファースト。8番キャッチャー、9番ピッチャー。出日冒険。母校の校訓かな？山形、1番センター、2番ショート、3番ライト、レベル E。4番ファースト思い出ボロボロ、5番サード、6番キャッチャー、7番レフト。8番セカンド、9番ピッチャー。岩手、1番センター、2番ショート、カッパの空と夏休み、3番サード、犬神。4番ファースト、5番レフト、武蔵野県、6番キャッチャー、7番ライト。8番セカンド、セロ月の合衆、9番ピッチャー。福島、1番セカンド、北天、2番ショート、3番ファースト、空のまみまみ。4番レフト、5番サード、6番ライト、黒塚、7番センター。8番キャッチャー、9番ピッチャー。宮城、1番ショート、2番セカンド、3番ピッチャー。4番キャッチャー、カンナギ、5番ファースト、ウェイクアップガールズ、6番サード、7番ライト。8番センター、9番レフト。大都市やのにこんなに少ないんか。呪術遠ざき出されるだろ。ガルパン、配球、ジョジョ。配球入ってないぞ。クマミコはちゃうのけ？北海道以外組めてないやん。アニメとか好きそう。茨城県、1番ショート、2番センター、神様ドールズ、3番サード、新世界より。4番ファースト、ガールズ&パンダー、5番セカンド、俺の脳内選択肢が、学園ラブコメを全力で邪魔している。6番レフト、7番キャッチャー、8番ライト、9番ピッチャー。4番以外凡選手だが4番だけでコールド勝ちしそう。東北最強は山形か、まあ当然やな。栃木県、1番ファースト吉田の空、2番キャッチャー、3番ショート。4番セカンド、5番レフト、6番センター、7番ショート。8番サード、9番ピッチャー。強い。吉田は4、4番投手やろ。そんなに投手みたいなことではあかんやろ。一応言っとくけど、フェイトは兵庫やなくて大分やで。群馬県、1番センター、2番セカンド、3番ファースト。4番サード、日常、5番キャッチャー、6番レフト、7番ショート、悪の花。8番ライト、9番ピッチャー、ペルソナ号。群馬はよりもいいやろ。イニシャル D は？よりもいがないぞ。まどまぎ群馬ちゃうんか。別に群馬が舞台なわけじゃないぞ。悪の花聖地とか嫌すぎない？まあ作中でも全然舞台を褒めてないからな。新潟県、1番センター、2番セカンド、3番ライト。4番サード、5番指名打者、6番ショート、7番レフト。8番ファースト、9番キャッチャー。なんかないんか？草。化け物語があるやろ。漫画、アニメの街とは何だったのか。ガッチャマンクラウズインサイトとかアイドル事変とかあるんだよな。わい新潟民、草を生やす。何もないくせに漫画やアニメの展覧会はやるくず。関東は東京、神奈川、埼玉の三強やろ。神奈川県、1番センター、スクールデイズ、2番セカンド、アイドルマスター、3番サード、君が望む永遠。4番ファースト、新世紀エヴァンゲリオン、5番ショート、エルフェンリート、6番レフト、新役、イカ娘、7番ライト、ストライクウィッチーズ。8番キャッチャー、NHK にようこそ、9番ピッチャー、スラムダンク。野球もサッカーもアニメも強い、メジャー入れようや。キャッチャーとかベンやろと思ったけど、半分くらい甲子園か。3列とも。埼玉県、1番セカンド、ラキスタ、2番ショート、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない。
3番センター、エースを狙え、4番サード、隣のところ、5番ファースト、シャクガンのシャナ、6番ライト、バクマン。7番レフト、ソードアート、オンライン、8番キャッチャー、魔法先生ネミム、9番ピッチャー、クレヨンしんちゃん。強すぎる。強い。空の青さを知る人よ入れてや。山のすすめ入れろや。さすがに埼玉は強いですね。まだまだ見ていきましょう。千葉県、1番センター、ローキューブ、2番ショート、ゼイガペイン、3番サード、金色モザイク。4番ファースト、俺の妹がこんなに可愛いわけがない。5番ライト、私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い。6番キャッチャー、天神 SS、7番レフト、浦安鉄筋家族、8番セカンド、弱虫ペダル、9番ピッチャー、やはり俺の青春ラブコメは間違っている。ローキューブって千葉だったのか。僕だけがいない街がねえぞ。北海道やないんからえ。はぁ、後半は船橋が舞台やぞ。すまん雪降ってるとこでしたっけ言うてることしか覚えてないんや。鹿児島屋が全くなさそう。その頃に忘れもないで。くさ、動物のお医者さんは北海道に入れてあげないのか。アニメやないからやろ。東京都、1番センター、明日の城、2番ライト、美少女戦士セーラームーン、3番サード、うるせえ奴ら。4番レフト、サザエさん、5番ショート、こちら各地各亀有公園前派出所、6番キャッチャー、名探偵コナン、7番ファースト、メゾン一国。8番セカンド、ランマ2分の1、9番ピッチャー、ドラえもん。巨人みたいな打線やんけ。これは最強。強すぎてくさ。何このベテラン揃い。トレードしろ。ゴールデンタイム打線。富山県、1番センター、2番レフト、アナザー、3番キャッチャー、ブルーティアーズ。4番ライト、ゆるゆり、5番サード、ペルソナトリニテソウル、6番ファースト、前の魔法と火星の日、7番ショート、超えたリブルーツアーズナント。8番セカンド、9番ピッチャー、狼子供の雨と雪。富山以外とあるやん。PA のおかげやね、なおさくらクエストさん。温泉のやつも富山やなかったか。栃木は深海の映画のやつあったろ。石川県、1番サード、2番ライト、3番セカンド、エンジェルビーツ。4番センター、花咲くいろは、5番レフト、6番ショート、よみがえる空、レスキューウィングス。7番ファースト、ドットハックリミナリでボリューム1、8番キャッチャー、9番ピッチャー。福井県、1番セカンド、GA、芸術家アートデザインクラス、2番サード、3番レフト。4番ファースト、5番キャッチャー、6番ライト、7番ショート。8番センター、メガネブ、9番ピッチャー。メガネブ使うくらいの弱小ならグラスリップ選手もいけるぞ。今度なんかバレーのアニメ始まるやろ。ガバガバですよ。なんで東京の次が富山やねん。山梨県、1番センター、2番セカンド、イリアの空、UFO の夏、3番ショート。4番ファースト、5番ライト、6番レフト、7番サード。8番キャッチャー、9番ピッチャー。くさ。ペルソナ4とゆるキャンが山梨やろ。4番ピッチャーゆるキャンがいるやろ。長野県、1番セカンド、お願いツインズ、2番ライト、3番ファースト、お願いティーチャー。4番サード、サキ、5番レフト、あの夏で待ってる、6番ショート、世紀末オカルト学院。7番センター、究極超人 R、8番キャッチャー、9番ピッチャー、サマーウォーズ。スロースタート入れていいか？大阪楽しみやで。岐阜県、1番センター、2番セカンド、3番ショート、廊下。4番サード、僕は友達が少ない。5番レフト、6番ファースト、ラブラボ、7番ライト、星空へかかる橋。8番キャッチャー、農林、9番ピッチャー、日暮らしの夏頃に。君の名は、があるやろ。君の名はとこへの形を入れないとか頭おかしいやろ。君の名は、エースで4番の君の名は、は？君の名はもやけど声の形も。日暮らしって作中では岐阜の林県なんやけどな。作者が白川郷を富山だと勘違いしてたからややこしくなったんだよな。静岡県、1番セカンド、青木伝説、シュート、2番ショート、勇者司令ダブオン、3番サード、アタックナンバーワン。4番センター、キャプテン翼、5番ライト、いちごマシュマロ、6番ファースト、夏色奇跡、7番レフト、金魚注意報。8番キャッチャー、勇者になれなかった俺はしぶしぶ就職を決意しました。9番ピッチャー、ちびまる子ちゃん。勇士部よりサンシャインやろ。上位打線しのいだら勝てるな。ラブライブないっけ？コナンのハイドシってどこがモデルなん？米花町が目白あたりらしいからそこらへんちゃうか？めっちゃ都会で草。愛知県、1番センター、2番ライト、3番ショート。
4番ファースト、5番サード、ウサギドロップ、6番セカンド、電波女と青春男、7番レフト、モリゾートピッコロ。8番キャッチャー、ジオブリーダーズ、9番ピッチャー。終わりのセラフ、抜かすなよアホー。三重県、1番ショート、2番ファースト、3番ライト。4番セカンド、5番キャッチャー、6番センター、半分の月が昇る空、7番サード。8番レフト、9番ピッチャー。そろそろ圧倒的三重軍が見れるんやね。滋賀県、1番センター、2番ショート、3番サード。4番ファースト、12秒でも声がしたい。5番ライト、6番レフト、7番セカンド。8番キャッチャー、9番ピッチャー。グランベルムを忘れるな。軽音って滋賀とちゃうんか？修学旅行で富士山を車窓から眺めながら京都に行くのに滋賀なわけないやろ。学校のモデルが滋賀の廃校ってだけやし。京都府、1番ショート、玉子マーケット、2番サード、四条阪神は体型、3番ライト。4番ファースト、名探偵コナンの迷宮の十字路、5番センター、ヌラリロンの孫、6番キャッチャー、ブラックロックシューター。7番セカンド、宇宙天家族、8番レフト、7人の7、9番ピッチャー。コナン細分格差。稲荷コンコン恋色派は？ほぼ森美個人軍やんけ。ユーフォニアムあるやろ。競争ギガが入ってないやん。稲荷コンコン恋色派が入ってないやん。リズと青い鳥。響けユーフォニアムが入ってねえんだから入るわけねえだろ。大阪府、1番ショート、2番ライトラブコン、3番ファースト。4番レフト、5番サード、黄昏乙女、アムネリア、6番センター、7番セカンド、7つ色ドロップス。8番キャッチャー、阿部伸ばし魔法商店街、9番ピッチャー、ジャリンコチェ。竜王のお仕事がない。南の帝王。南の帝王と波は金融道とサブルがないぞ。あとアブさんも。大阪は蔵などという代表作があるのに。兵庫県、1番ショート、ホタルの墓、2番セカンド、3番センター、フェイトステイナイト。4番ファースト、鈴宮春日の憂鬱、5番サード、6番レフト、地球少女アルジュナ、7番ライト。8番キャッチャー、9番ピッチャー、合格機動隊。一応プリズマエリアも兵庫やろ。形状忘れるな。四つ葉と。奈良県、1番ショート、2番センター、3番ファースト、佐々木、あちが変。4番サード、5番レフト、6番ライト、業界の彼方、7番キャッチャー。8番セカンド、9番ピッチャー。和歌山県、1番センター、2番セカンド、備長炭、3番ファースト。4番サード、5番キャッチャー、マイセルフ・ユアセルフ、6番レフト、ラムネ、7番ショート。8番ライト、9番ピッチャー。エアーが抜けてるで。ドッグデイズ。鳥取県、1番センター、2番セカンド、後藤良さん、3番サード。4番ショート、フリー、5番レフト、6番ライト、7番ファースト。8番キャッチャー、9番ピッチャー。ゲゲゲの鬼太郎は？舞台ではないやろ。ガバガバじゃねえか。島根県、1番センター、2番レフト、3番ショート。4番ライト、5番ファースト、ブルーシート、6番サード、7番セカンド。8番キャッチャー、9番ピッチャー。バナナフィッシュは？日本人が出てくる意外と地の要素なんやん。岡山県、1番センター、天地無用、2番ライト、3番サード。4番ファースト、5番レフト、6番ショート、7番セカンド。8番キャッチャー、9番ピッチャー。モモキュンソードがないやん。推しぶどう。広島県、1番センター、DC、ダカーボー、2番セカンド、ソレイケ、ズッコケ3人組、3番ライト、早急のファフナー。4番キャッチャー、カミッチュ。5番サード、タマユナ。7番ショート、君のいる街。8番レフト、アサギリのミコ。9番ピッチャー、崖の上のボニョ。強い。裸足の弦入れろ。裸足の弦がない。監督やろ。キャプツバって静岡に見せた中身東京だっけか。南葛やでね、トリーグかなんかで南葛 FC やるで。山口県、1番セカンド、2番ショート、3番センター。4番サード、5番ファースト、リーンの翼、6番ライト、奥様は魔法少女、7番レフト、マイマイシンコと千年の魔法。8番キャッチャー、これが私のご主人様、9番ピッチャー。ナローの異世界編もやってよ。京都と山口足りないならルローに剣心入れろ。徳島県、1番レフト、2番セカンド、3番サード。4番ライト、5番キャッチャー、6番ショート、ミノリスクランブル、7番センター。8番ファースト、9番ピッチャー。ガチでなんもないのって宮崎やっけ？香川県、1番センター、2番ファースト、3番ショート。
4番ピッチャー、5番キャッチャー、6番サード、ブレイクエイジ、7番セカンド、カナリア、この思いを歌に乗せて。8番ライト、9番レフト。ゆ入れろ。高木さん入れろ。24の瞳、高木、瀬戸の花嫁、ゆ。金色煙とかあるやん。山形2つだけでまあまあ強くて草。愛媛県、1番ショート、2番セカンド、3番ライト。4番サード、5番レフト、6番ファースト。7番センター、マッツとヤンマともぐりさん、7つの気候と空飛ぶお城、8番キャッチャー、9番ピッチャー。高知県、1番センター、2番ショート、3番レフト。4番キャッチャー、舞姫、5番サード、6番セカンド、アパッチ野球軍、7番ファースト。8番ライト、9番ピッチャー、海が聞こえる。福岡県、1番レフト、2番ショート、スケッチブック、フルカラーズ、3番サード。4番ファースト、5番センター、空の落とし物、6番ライト、心霊狩り、ゴーストハウンド、7番キャッチャー、エッセルサーガー。8番セカンド、9番ピッチャー、クッキングパパ。博多豚骨ラーメンズないやん。博多豚骨ラーメンズがない。ビーバップハイスクールがないとか。アニメなんかなかったよね。佐賀県、1番レフト、2番ファースト、3番センター。4番サード、5番ショート、6番ライト、7番セカンド。8番キャッチャー、9番ピッチャー。泣いた、ゾンビランド差があるやろが。ゾン差が、有利あるやんけ。唯一の差がアニメ忘れてやるなや。この打線作られた時に放送してないから仕方がない。最近唯一町おこしに成功したゾン差が入ってないてガバガバやんけ。長崎県、1番ショート、2番センター、3番ファースト。4番キャッチャー、5番レフト、6番サード、坂道のアポロン、7番ライト、空。8番セカンド、幻影をかける太陽、9番ピッチャー。ラインバレルが一応、なでしこは古すぎて忘れられたか。熊本県、1番ライト、2番レフト、3番ファースト。4番サード、夏目友人帳、5番キャッチャー、6番センター、7番ショート、ガンパレード、マーチ、新たなる行軍か。8番セカンド、闇の末裔、9番ピッチャー。放課後堤防に仕入れろ。舞鉄がもうすぐアニメ化されるぞ。堤防西と夏なぐ入れろ。そういやアニメ卵の太鼓のやつもあったな。もうちょいや頑張れ。生徒会の一存マジかよ。大分県、1番センター、2番セカンド、3番ショート。4番ピッチャー、5番サード、6番ファースト、7番レフト。8番キャッチャー、県立地球防衛軍、9番ライト。デトロイトメタルシテとかあるやろ。宮崎県、1番ショート、2番レフト、3番セカンド。4番ピッチャー、5番ファースト、6番サード、7番キャッチャー。8番センター、9番ライト。しゃあない。鹿児島県、1番ショート、2番ライト、3番センター。4番ファースト、5番サード、6番レフト、7番セカンド、ロボテクス、ノーツ。8番キャッチャー、海物語、あなたがいてくれたこと、9番ピッチャー。もののけ姫。秒速5センチメートルあるだろ。二部だけやしな。沖縄県、1番ショート、2番サード、3番センター。4番キャッチャー、トップを狙え、5番ライト、ストラトス4、6番レフト、7番ファースト、遊びに行くよ。はるかなレシーブを忘れるな。沖縄絶対もっとあるやろ。ブラッドプラス。空いてるとこ敗退7歳でろ。ガバガバやったけど楽しかったで、お疲れ様。都会が強いのは当たり前だけど、同等くらいに岐阜が強いのは謎。田舎としてのキャラ強いからじゃない？東北はなんかまた違うし。東京、神奈川が強すぎて草、ほかざこやん。アニメの舞台ってだけなら埼玉は東京の次くらいに強いよな。古いのばっかやな、10年前から来た人かな。ニャルコが入ってるのに化け物語が入ってないとか放送してないうんぬんやないやろ。東京だけ半分まで作れるやん。やっぱ首都圏は話膨らませやすいんやろな。ロケとか取材のしやすさもあると思うわ。それ以上に背景の資料集めが楽やからや。スタッフが中央線沿いに住む貧乏人だらけだからやで。言語の問題ちゃうの？岐阜ってもうちょい強い印象だったんやが、こんなもんか。君の名はとかアナザーもあるけど。声の形7月31日地上波。東京は西と東で分けたい。西東京のアニメって何があるんや？ローリングガールズとかくらいやないか。山形強すぎる。一致にやる気なさすぎてな。アップデートせいや。仙台に風浪被害を与えた熊巫子も入ってないな。宇崎ちゃんも仙台なんやろ。熊巫子って秋田ちゃうん。熊巫子はどちらかというと秋田じゃない？埋まらない都道府県のやつ。アニメ化されてない漫画とか入れても打線組めなくてすまんな。やるならちゃんとやれ。意外と福岡雑魚やな。
スラムダンク、パトレイバー、この二つだけで天下取れるやん。関東じゃないと方言とかめんどくさそうだしな。言うてアニメで方言なんてほとんどの作品守ってないやろ。ユーフォニアムも原作は関西弁なのにアニメは気にしてない。関西弁にすると叩かれるからやめたんやで。リライフって大分県やなかったか。数年前からあるコピペ貼っとるだけで誰も更新せんよな。新潟で展覧会やらんでほしいわ。観光地もないからそれがメインになるわ。キララ店行ったか。結構地域色出るな。いかがでしたか。皆さんが好きなアニメはありましたか。各地にアニメの舞台となった場所があると、聖地巡礼に訪れる人も多いでしょうし、その地域の活性化にもつながっていいですよね。今回の動画は以上です。このチャンネルでは、今後も2チャンネル、5チャンネルの面白いスレや感動スレ、伝説のスレを紹介していきます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。